はい、こんにちは。本日もねマビックミニを飛行させに来たんですけども、本日はまた一つちょっとね試したいことがあって来ました。それはですね、皆さん送信機に、大体ほとんどの方が送信機にスマホを接続して、使ってると思います。まあ、中にはね送信機とタブレットを接続して使ってる方もいると思うんですが、まあ、ほとんどの方がねやはりスマホを接続して使ってると思います。その時ですね、一つ疑問がありまして、そのスマホの電源が切れた場合はどうなるのか。スマホの電源が切れたらコントロールの方は可能なのかという、ちょっとね疑問が一つあります。このねドローン自体のバッテリーの検証は結構行われている方いるんですけども、このスマホのバッテリーゼロになった場合はどうなるのか、コントロール不可能になるのか、どっか飛んでってしまうのか、それともその場で墜落するのか不時着するのか、その辺がねちょっと一応僕自身調べたんですけど見当たらなかったので、ちょっと自分で実証してみようかなと思って来ました。というのもですね、僕自身が iPhone6 を未だに使用しております。こちらねもう購入して4年ぐらい、4年以上経つんですね。ですからねバッテリーの消耗がかなり激しくて、結構ね急に 50% ぐらいから 1% になってたり、そういうことがよくあります。でフライトし終わってスマホを見るともうバッテリーが残り 1% とか、あれこれ危なかったなってことが結構あるんですよ。なんでね、もしそのままもしシャットダウンしてたらどうなるのかなと、その海の上とかそういう高い危険な場所とか、そういう場所でねバッテリーが切れた場合ちょっと不安なんで、ちょっとその辺を実証してみたいと思います。はい、始めていきます。ではね現在のバッテリーが 28%、 DJI フライを立ち上げたりね、ちょっと今画面録画を使ってるせいでバッテリーの減りがかなり早い状態ですね。はい、ではこの状態で、ドローンを飛ばしてみて、スマホがバッテリー切れでシャットダウンするとどうなるのか、そこまで実証してみたいと思います。はい、ではフライトさせていきます。現在のバッテリー多分ね 22% ぐらいです。では行きましょう。離陸ホームポイントが更新されました。一応ね墜落したら怖いのであまり高度上げずに行ってみたいと思います。低電力モードにはしないでこのまま飛ばしてみます。怖いな、ちょっと高度上げるの怖いんで1メートルぐらいにしとこうかな。このままホバリングさせた状態にしときます。さあなかなか粘りますね。あ、今現在、スマホのバッテリー 1% になってます。もう間もなくシャットダウンされると思います。ですがマビックミニのバッテリーも危うい 20% 警告がついてる。まずいまずい。あ、ローバッテリー警告出ましたね。マビックの方にローバッテリー警告出ちゃいました。ちょっと一回バッテリー交換するか。はい、現在、スマホの方に、警告出ました。モバイル端末の CPU オーバーロード、関連する性能に影響があります。先ほど出たやつですね。多分ここまで来たらもう限界なんではないでしょうか。はい、今スマホシャットダウンしました。完全に画面切れました。さあこれで送信機の動きはどうでしょうか。あ、コントロールできますね。あ、今スマホの方の電源が切れて真っ暗の状態です。ですがマビックはドローンはコントロール可能ですね。この送信機だけで。ホームトゥーリターンなんかどうなんでしょうか。あ、ホームトゥーリターンというか、まあ、この高さだと着陸になってしまいますね。普通に着陸可能です。はい、現在スマホの電源が切れて真っ暗な状態ですが、送信機だけで、ドローンの方のコントロールは可能でした。ただね、こう映像とか録画してたものはどうなんですかね。それはちょっと後でまた帰ってメモリーカードの中を見てみます。というわけで今回の実験はスマホの電源が切れても送信機だけでマビックのコントロールは可能ということが判明しました。どうでしょうか。少しは皆さんの参考にもなったでしょうか。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ。